はい、それでは本日の料理、卵きくらげ炒めの、材料、説明していきたいと思います。マイクがうまくいってるかわかんないですけど、まずね、これ1人前、卵が3個、あと鶏ガラスープが、レシピで大さじ1ですが、私適当でした。はい、塩も適当。あときくらげは大体 3g、 たけのこは 50g、 あと豚バラスライスを本当は使うんですけど高かったので、豚の切り落としっていうのかな、すぐしぐぐちゃぐちゃね、ぐちゃぐちゃって言いにくい。はい、あとニンニクは2かけ入れました。お酒はブランデーを使いました。醤油は結局使わないで、めんつゆ使いました。サラダ油じゃなくてごま油ですね、使ってます。はい、それでは作り方の説明をいたします。まずきくらげは、まあ、当然ですけど水で戻して30分ぐらい置いといて、まあ、なんだっけな、漫画の方の説明だとね、硬いところ切り取るって書いてあったんですけど、まあ、私は単に食べやすい大きさに切っただけでした。はい、まあ、あとこの他バラ肉、まあ、もともとこれ切り落としなんで、まあ、肉は切らなかったんですけど、あとたけのこは千切り、ニンニクはね、皮もいただけそうな使っちゃいました。卵は鶏ガラスープと塩を混ぜて、混ぜると最初にね、まあ、油敷いたフライパンで、あの卵、ね、混ぜた卵を、まあ、半熟ぐらいまで炒めると。でこれは一旦お皿に開けて、でその後このまま同じフライパンに、先ほどのきくらげとか、あ、肉は最初に、あ、ニンニクを入れて、その後で豚バラとかタケノコとかきくらげとか入れると。でまあ少し塩を入れて炒めて、で大体豚肉に熱が通ったところで、卵を入れて、でシャシャッと混ぜて出来上がり。そういう、まあまあお好みでね、醤油とか、まあ油めんつゆ使ったんだけど、まあ甘いからいけました。なんだろう、卵にね味がついてるんでね、結構ね美味しいです。はい、よかったらね、皆さんも真似してみてください。こういろいろアレンジしてもねいいしね、あのもやし入れてもいいしと思うんですよね。まあそんな感じで、まあ前にもね他の動画でも、お伝えしましたが、料理というのはね、まあ、なんだっけ、脳の活性化というかね、あのまず、まあ、材料、まあ、何を作ろうかって考えるところで始まって、いろいろ、体にそうですから、はい、あのてんやもんって最近言うのかどうかわかんないけど、ね、お惣菜とかさ、コンビニの弁当ばっかり食べてないで、たまには手と頭と使って料理をするととってもいいんじゃないかと、こう思う今日この頃でございます。はい、まあそういうことでね、拙い動画ではありますが、まあ、なんせガサツなガサツなガサツなガテン系男の料理でございます。この辺は、多めに見ていただきありがとうございました。なんかちょっと今日、ちょっとソフトの具合が悪くて、あの文字がうまく出なかったんで、音声にして記録してみました。ここまでね、動画をご視聴いただきありがとうございます。なんかこんな感じになっちゃいましたが、またねちょっと不定期投稿ではありますが、また新しい作品ねできましたら投稿させていただきますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。